庭菜園ライフ。埼玉で菜園をやっております斉藤です。今日は9月後半の根菜類の栽培で注意すべき栽培のポイントについてご紹介していきます。9月後半になりますと、種をまいた大根やカブ、人参がすくすくと大きくなってくる時期になります。この時期になりましたら、いよいよ根の部分を肥大化させるために定期的なお世話も重要になってきます。また、ものによっては種の巻き直しなども必要になってきますので、定期的なチェックを忘れずにやっていきましょう。今回は9月の後半にやるべきお世話の内容や、大根などの根菜類につきやすい害虫についてご紹介していきます。それでは行ってみましょう。それでは9月後半からどのような作業があるのかご紹介していきます。1つ目は間引き作業です。大根もカブも人参も間引き作業がこまめに発生してきます。夏人参で種まきが早かった方はもう最後の間引きの時期だと思います。大きいものをしっかり残して立派ないい人参になるように育ててください。夏にまいた人参の場合はかなり葉っぱは大きくなってきますが、根菜類の場合は葉っぱが大きくなっても根の部分はまだ肥大していないことがあります。この葉っぱの成長と根の成長が同時には起きていないので、そこを注意して間引き作業をすることも必要になります。ですので葉が大きく茂ることでどんどんと 根が肥大していきますので、9月中旬から後半の作業でしっかり葉っぱを育てて守ることも重要になってきます。それでは9月後半からの細かな作業についてもご紹介していきます。それでは9月後半から注意したい根菜類のお世話ですが、一つ目として害虫対策になります。発生してくる害虫も少し変わってきますが、大根やカブであれば真杭虫やネキリムシから徐々にハムシやアブラムシに虫の数が変わってきます。人参の場合は葉が大きくなってくることもあるので、キアゲハの産卵が増えて幼虫が被害を発生させます。キアゲハは卵を一つ一つ産んでいくので、そこから生まれた幼虫の個体数は少ないのですが、非常に食欲旺盛で幼虫がかなり大きくなりますので、葉っぱを食べる食害の量は非常に大きくなります。十分注意してみてください。ではこちらの人参をご覧ください。こちらは被害に遭っていない人参です。葉っぱが青々として、すべての茎にきちんと葉っぱがついているのがよくわかります。一方こちらの人参を見てみますと、すでに茎だけになってしまい、先端部分の葉っぱがなくなって枝だけになってしまっています。このように茎だけになり葉っぱがなくなってしまっている人参がある場合はよく観察してみてください。じっくり観察するとキアゲハの幼虫がどこかにいることがあります。こちらをご覧ください。ここに緑と黒の鮮やかな縞模様のキアゲハの幼虫がいます。これがこれらの枝になってしまった人参の葉を食べてしまった犯人です。3センチぐらいの今幼虫ですが、この幼虫はまだまだ人参の葉をこれからどんどん食べて、約5センチから6センチぐらいの大きさまで幼虫として育っていくと思われます。ですのでその間まだここらこの周囲に残っている人参の葉はさらに食べられてしまい、人参の根っこの生育に影響を与えてしまうと思います。この周辺を観察するともう一匹このキアゲハの幼虫がいます。ですのでよく観察しないとどんどん人参が食害されてしまいますので、十分に注意してください。こちらに生まれて間もないキアゲハの幼虫もいました。皆さんが見慣れた黒と緑の縞模様の幼虫ではなく、生まれたばかりなので茶色と白っぽい色をしています。ここからどんどん葉っぱを食べて大きくなっていくので、できれば早い段階にこのような小さな幼虫を捕殺していくことが重要になります。大根やカブについても害虫には要注意です。9月後半からは特にハムシなどに注意していただきたいと思います。また活動が落ち着いていたアブラムシなども
葉の裏にたくさんついていることがありますので、よく観察してみてください。また栽培後半の10月11月ぐらいまで発生が続く青虫やコナガなども活発に活動を続けている時期になっていきますので、見つけ次第しっかり捕殺していきましょう。続いて2つ目です。巻き直し作業をやっていきましょう。先ほどの害虫被害や芽が出てから乾燥や雨などによって枯れてしまった場合は、巻き直しを行っていきましょう。その時に注意したいのが、どこに何を植えていたかはっきりと覚えていない場合が要注意です。栽培エリアを決めている場合は、周りの野菜を見て巻き直しをしてみてください。巻き直しをする場合は、大根や株などでは1週間程度で芽が出なければ、すぐに種を巻き直すようにしていきましょう。秋冬野菜の大根で代表的なおなじみの大病草太りです。こちらの大根に関しては、まだまだ種をまくタイミングは10月ぐらいまでで、長く種をまけるのですが、やはり9月中にしっかり種をまいて芽を出させることで、年内に美味しい大根が食べることができます。栽培のタイミングが遅れますと、芽が出てからの成長も遅いので、肥大化までかなり時間がかかってしまい、年内に取れずに年明けの1月2月まで収穫が伸びてしまう可能性もあります。ということで、巻き直しに関しても早めに見極めをして素早く巻き直すようにしてみてください。最後の注意点ですが、水の管理作業です。夏の気温がかなり暑いので、発芽するまでは乾燥を防ぐために水やりが必要でしたが、9月中旬以降は水やりを少し控えていただき、栽培を行っていきましょう。万が一水分が多すぎますと、大根自体が空洞になったり根腐れしたり、生育に悪影響が出てくる場合があります。少し乾燥気味でも育ちますので、水分管理には十分注意していきましょう。9月下旬からの根菜類の注意点をご紹介しましたが、間引き作業は遅れずにやっていきましょう。また害虫対策も一つの肝になるので、しっかりやっていきましょう。種が発芽せず芽が出ていない場合は、巻き直しも重要なポイントになります。最後に、9月後半の水やりは控えて過湿にならないように注意してください。とはいえ、今年は異常に温度が高く乾燥気味の夏でしたので、もしも全く雨が降らずに極端に土が乾燥している場合は、水やりを必要になるケースもあるかもしれません。その点は気候を見ながら判断してください。今日は9月後半の根菜類の栽培の注意点についてご紹介しました。この動画が参考になった方は、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。